はようございます。今日はこのつや姫の田植えイベントにご参加いただきまして誠にありがとうございます。つや姫ですけれども、思い起こせば平成21年に県内をデビューいたしました。大変おいしいお米ということで、どんどんと名前が知れ渡ってまいりました。デビュー3年目にして、通年販売が可能となる3万トンを生産量を超えました。そして山形の県内に訪れるお客さん方に、今日ご参加のおかみさん方が一生懸命宣伝してくださっている、そのおかげで本当にどんどんとこれからも知れ渡っていくと思いますので、今後ともご協力お願いよろしくお願いしたいと思います。炊いて惚れ惚れ、冷めても美味しい山形のつや姫、全国のトップブランドになりますように、皆さんと一緒に、もっともっと宣伝していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。今日は山形おかみ会の皆さん、そしてミス日本水の天使の横山さんと一緒に、田植えをさせていただきます。大変楽しみにしてまいりました。怪我のないようによろしくお願いいたします。ありがとうございます。島崎から来